はい、とりあえずここら辺で待っておきましょう。何が来るんでしょうか。じゃあ来たの重衛系ですね。側面バカ汚いよここら辺。というわけでこの車両に乗っていきましょう。とりあえずこれで、まあ、とりあえず、はい、西中島南方まで行こうと思います。じゃあ乗っていきます。はい、大して映すもんないんでね、カットします。はい、梅田駅にもホームドアがついたみたいですね。はい、前来た時はついてない時っていうか支柱すらついてない時に来たんでね、はい、なんか違和感しかないです。はい、はい、中津駅にもホームドアがついたみたいです。はい、なんやろね、すんごいなんかびっくりしてます。次は西中島南方です。阪急線は踊り場です。はい、皆さんいきなりね動画始まってね、すみません。 JR 大手指定続きです。はい、今回はねもともと JR 大手指定続きの日常という感じで動画やろうと思ってたんですけど、容量的にきついということが分かったんでね、今回は西中島南方に行ってきたので、そこだけをピックアップしてねやっていきます。はい、まあ、ちょっとね今から雑談になりますがね、もともと今ねコンクリート白いじゃないですか。ここね地上やったんですよね。大阪市営地下鉄時代は地上やったんですがね、しばらくしてからね大阪メトロがねなんかね騒音とかの問題でしょうか、はい、あんな感じで、ね、地下化しちゃったんですよね。はい、誠に残念です。まあ、ただあそこの景色ってあんまりね見えないんでね、はい、言うてあれなんですけども、はい、ちょうど向こう側ですね。はい、運が良かったのか JR とね並走していますね。はい、321系ですかね多分。はい、ちなみにね相手はですね最高速度ね多分110キロまで多分ね制限出せると思うんですよ。こっち70キロですからね。はい、もうそんなんね負けるに決まってるじゃないですかね。はい、多分19も言ってますよね。年齢では俺の方が勝ってるんでね。はい、若造がふざけやがってってね、本当に多分思ってるんじゃないでしょうかね、19も。はい、はい、というわけで西中島南方に着きました。はい、なんとホームドア稼働してるんですね。びっくりしましたよ、こんな駅に。なんか違和感しかない、なんか気持ち悪いですね。なんか気持ち悪いってなんかすごいなんか合わないみたいなね。はい、刺身にマヨネーズとかそれぐらい気持ち悪いですよ。刺身にマヨネーズはやばい、もうそれもマヨラーでもしいいんで。はい、西中島南方のね撮影スポットに着きました。こんな感じです。はい、一応こんな感じでね撮影ができるみたいですね。はい、あ、そうや、新大阪の橋のところであれ撮って、あの電車乗って戻ってきたらよかったかもしれませんね。ちょっと惜しいことしました。まあいいや、ここで一回撮影してみたいな思ってたんで、まあいいかなと。3万系の第7編成ですかね、17編成ではないです。はい、ちょうどねこの下には阪急電鉄がね走っています。はい、次に来る千里中央駅、北急のね、北急急線型の第3か第4のどれかですね。はい、なんか白いやつは、はい、個人的にあれ好きなんですよね。21系とか被らんかな、多分被らないことを信じましょうか。はい、北急急線型がやってきました。はい、この辺で何がやべて 4M6T ですからね。モーター車が4両で付随車が6両でやばい編成です。ああ、9004やから割と最近に出たやつですね。はい、はい、東芝ね DMSM 前期のやつですね。はい、この音いいですよね。はい、この音、そう、やっぱ高級感があっていいですよね。はい、まあ私はただ見るだけで終わっちゃうんですけどもね、とりあえずカットします。さっき今ね千里中央駅の急線型発車したばっかなんですけども、早くねまた重衛系、運がいい、撮影しておかないと。
はい、無事にですね、21系の、はい、第18編成の未更新撮影できたんでよかったです。ちなみに未更新18編成あの編成だけしかいないんで、はい、今確か16が入場してるんですよね。なんで16が出てきたらまあそろそろかなっていう感じだと思います。はい、まあ、とりあえず撮影できたんでね、よかったかなと思います。他の編成はですね、まあ、床サラミだったり、ね、炭火焼肉屋さんやったり変えられてしまったんでね、はい、あれまた3万件や。とりあえず向こう側が北九車っていうのはちょっと羨ましいです。とりあえずもうちょっと撮影しようと思います。はい、急いで戻ってきました。はい、まあ、自分が乗りたいやつだったら乗ろうかなと思います。足腰にきついです。はい、9000型でしたね。はい、個人的に自分が一番乗りたいのは8006なんですよね。はい、まあレアな北九車ですが、とりあえず今回はね、乗るのをやめて、はい、まあ、ちょっとだけ待とうかなと思います。ちなみに、はい、横はね、19編成ですね。はい、とりあえず次に来るやつ乗って帰ります。次はね、自称グリーン車シートの3番系です。いいですね、バイバイ19編成というわけで、はい、来ましたね。ではこちらの3番系で、はい、帰ろうと思います。第10編成ですね。はい、とりあえずこれで本町まで行こうと思います。とりあえずね、容量的にちょっときついんでカットしますね。すごい変なブレーキの仕方やな。まあいいや、でこれに乗りましょう。はい、ではカットします。